そんなことあるんやん。ツナ缶か。違うな。なんかさ、最近さ、左の親指の付け根にさ、なんかニキビみたいなのができててさ、潰したらさ、潰すときもなんかめっちゃ口痛かったんだけど、今もなんか痛いんだよね。なんだろうこれ、何ができてたんだろう。なんかここにね、あ、これ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 、プツってなってるでしょ、赤い、ここ、ここになんか白いポツってのができてたから、この前思いっきり潰したらめっちゃ痛くて、やばかった、痛いってなった。なんでそこ、え、思うじゃん、私もさ、こんなとこになんか白いさ、プツってのができたの初めてだったからさ、なんだこれと思って、めちゃくちゃ痛くて、えってなった。普通にえ、痛いってなって、そう、なんでだろうってなっちゃった。油が跳ねて、いや、多分跳ねてない。最近その油跳ねる料理、まあ一時期その鶏胸肉やってた時はあれだったけど、跳ねたけど、今日めっちゃ暑かった。私ね、今日ずっと窓開けてた。それがちょうどいいぐらいだった。そう、今日ね、朝さ、私さ、アホなのがさ、うん、青白竹さん当たり、ありがとう。アホなのがさ、朝7時ぐらいに一回なんかピンポーンってなったんですよ。ピンポンなんて、なんか、って思って、ほんと最悪なんだけど、あの、まあ、ピッピッと押してオートロック解除するじゃないですか。そう、で、その、解除したのはいいんだけど、その後、もう一回私、布団に戻っちゃったの。それでこう、うとうとしてて、めっちゃうとうとしてて、で、そしたら、まあ、上がってきてピンポンになるじゃないですか。何こんな朝早い時間から誰帰ってくんないとか頭の中で思って、でもよく考えたら、いや開けたの私だなとかもね。そうで、しかも最悪なのがオートロック開けたくせに私寝ぼけてたから1回目無視しちゃって、そのなんで誰だよこんな朝早くとか思って1回目無視したんだよ。上で鳴ったのに。帰ってよとかみたいな。そしたらでも1回な、それさ、オートロック開けたってことはさ、そりゃさ、中に人がいるの分かってんじゃん、完全に。だからさ、そりゃ配達員さんもう一回鳴らすよねっていう。そう、しかもその時さ、私服を着てなかったの。あ、つけるものはつけてましたけど、その、あの、暑かったから、てか私布団がまだね、毛布と布団を着てるの。だから毛布がもちもちで好きだからさ、朝7時ぐらいに来たの、びっくりした。私もびっくりしちゃった。7時か7時半か8時か忘れたんだけど、でもおはようツイートする前だったの。そうで、もう一回ピンポン鳴って、あー、そっか、私があげたらそれ来るよねって思っても、急いで服着て、適当にパジャマ着て、そう、ありがとうございますって、このぐらいで、はい、すいません、ありがとうございますって言って、でも部屋の中戻ってきました。寝音なんだけど、くにゃちゃん夢見てます。あら、本当、ありがとうなのかな。でもライバルだね。ライバルではないか。8時より前は宅配だから、じゃあ8時かな。それでも私あれなんだよ、おはようツイートする前に来たの覚えてんだよね、確か。それマジで早くて、本当にもう死にかけながら出ました。まあ、開けなきゃよかった話なんだけど、そんなこと、開けなきゃいけないとか最悪なんだけど、そんなことダメなんだけど、置き配お願いしますって言えば置いて帰ってくる。あ、そうなの、あれって置き配で、私ね、しかもその時今日届いたのがそのグレールなんですよ。グレールでお洋服買ってそれが届いたんだよ。グレールっていけんのかな、基本。そう、だから本当ごめんなさいって思ってる今は。だから叩かないで、ごめんなさいって。今日前髪短い、なんでだろう、乾かしたからかな。でも昨日のさ、ジッパーのさ、自撮りとか見て思った、あれ思ったより前髪短いなって。
じゃあ朝7時じゃなくて8時だったのか。でも覚えてないんだよ。でもほんと感覚的には朝7時ぐらいの感覚、マジでそのレベルで早かったっていうことだけ覚えてる。ということでグレーのお洋服見せたりまして、何頼んだろう。夏服ばっ、夏服しか頼んでないさ、当たり前だけど。あ、でも一着カーディガン頼んだ。最近さ、ファンの人がくれたさ、GU のカーディガン、白のカーディガンなんだけど、もうずーっと着てたの、去年もらってから。そしたらもう毛玉だらけになって、しかもさ、やっぱさ、洗濯もしなきゃいけないじゃん。で、ネットに入れて洗濯とかもしたんだけど、やっぱね、もう毛玉だらけで、さすがにそろそろこれもう、本当にマジで意味わかんないけど毛玉がついてて、さすがに使えないわってなったから。そう、だから、カーディガンは1枚買いましたけど、そのさ、ジュエルニットカーディガンもう一回さ、来年のため、今年のために買っとこうとか思ったんだけどさ、そうなんだけど、なかったよね。タマちゃん、マグロ、ありがとう。え、毛玉はね、ほんと取ったら多分これもう全部毛なくなるんじゃないかっていうぐらい毛玉なので取れないんだよね。はい、ということで、あ、じゃじゃん、1枚目黒いお洋服でーオフショルですね。こんなの、こうやってこうやって切るの、オフショル。これ多分かわいいと思う、相当かわいいと思う。そう、買ったやつかわいいでしょこれ。あ、このね、これもか、今回多分外れないと思うんだよな。外れって言い方したらあれなんだけど、なんかこう生地が思ったのと違ったみたいな、多分ないはず。で、2枚目、ほら私が好きそうな形でしょ、こういうの。私襟がそもそも好きなんで、襟にこういう肩がなんかこうノースリーブではないけどノースリーブみたいになってる。で、これはリボンついてるの、細いもん。好きそうでしょ。みんな、多分みんなで、ね、なんとなくそろそろリナの好きな服とか分かってきたんじゃない。大体クイナちゃんこういうのが好きだよねみたいな。ね。スタート。こんな柄のスカート買ったっけあるある、グレイルあるある。あ、こんなの買ったっけ。え、こんなの買ったっけ。私アズボン履いてますか。え、買ったっけこんなの。もう買ったんだろうね、多分。思ったんと違ったんかな。まあいいや、とりあえず花柄の黒のチュールっぽいスカート。まあ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 、かわいいし。何着買ったの、え、覚えてない。でもさ、グレールって結局1着約2000円ぐらいになるんだよね、いっぱい買ったら。安いよね、そう考え。今日プレゼント送った、ありがとう。上下さばか、これね、下はないんだよね、確か。またほら肩が出るやつだよ。今回肩が出るやつばっかしか買ってないの。上は肩をこうリボンで、あ、これ金太郎みたいだな。ここだけ、ね、こうやってここ肩がオフショルになってて、それで肩のとこ、ここにこう紐こうやって結ぶの、オフショルですね。はい、鎖骨はめちゃくちゃ出ますね。で、これはただの水色のニットの半袖かな。なんでもない日とかにペッて着れそうな感じだね。原色の服買わないね私。グレイルね、あれだよ、確か土日送料無料じゃなかった、土日に注文すると。なんかめっちゃそのイメージある、昔そうだったのかな。
もう匂いにおうの早いな。あ、これがワンピースですね。これも本当お出かけでもいいし、なんでもない日に着るのもいけるかなと思って買った。ワンピースロングでこんな感じ、チェック、後ろにリボン結べるのいいんじゃない。うん、可愛いと思う。うん、で背中のとこリボンがいいよね、結べるのがね。ウェーラスネット販売のみですね。え、あれまた黒の服、え、あ、黒の服だと2枚も頼んだの。いや、こっちは覚えてんだよね、こっちのこのスカートの方覚えてんだけど、みなちゃんグレール買ってるから被れないグレールかかな。あ、そうなの。だからあんな莫大な数だったら多分被んないよ、言うほど。あれ、まあ、リナが好きそうなの選んだらあれかな。いや、これはね、ロングスカートなんだけど、覚えてんだよ。これ頼んだの。これは覚えてる。このチェック。あれ、もう一個の買って、あれ買ってたの？え？ちょっと確認しよう、後で購入できます。買ってなくて届いてたら超ラッキーだけどさ。多分買ってんだろうね。こんなだって黒いっぱい買うことある？こんな黒いっぱい。私予想以上に買ってんな。いや大丈夫、ちゃんと自分の中に納得して買ったものばかりだから。これは似たようなの持ってるんだけど、でもそのなんていうの、真っ白ってマジ何にでもなんか真っ白のシャツが欲しくなるんだよ。また襟でしょ、でほらまた同じような肩の形でしょ。真っ白ってほんと何でも合うからね。真っ白はマジで大事。真っ白何枚あっても困んない。なんだこれ。あ、これがあれだね、多分カーディガンですね、さっき言ってた。あ、めっちゃ薄手じゃん、ラッキー。今の時期も使える。これだね、これはこういうの着たいなと思って買ったけど、マジ一回も今まで着たことないショーツなんです。こういうこれ肩がこうリボンになってて、だから下デニムとかで合わせるとめっちゃ可愛いと思う。ただ露出が半端ないからマジ真夏しか着れないよねっていう。こういうの着てみたかったんだよね。なんか今年ってか去年からこういうの流行ってんだよ、肩のなんかでかいリボン。今年はね、リボンがめちゃくちゃ流行ってるんですよ、マジで冗談抜きで。注文表でしょ。いや、商品名書いてねえな、注文表に。で、これはセットアップですね。セットアップはちょっと見せるの大変だな。ここにどこ、お見せてくる。よいしょ。セットアップの中でワンピースみたいな、花っぽいワンピースというか、ね、上下がなんか同じ柄、無地の大人っぽい。はい、こんな感じ、はい、いっぱい買ったので毎日しか食べません。ゴミ落としちゃった。リボンに仲良しちゃう。ユーリが好きだよ。リボンとかちゃうよ、こっち系。チューブトップ。まあそうね、チューブトップみたいな感じだね。そう、今年ってマジリボンが流行りっぽい。めっちゃリボン。リナカお下がりもらえばいないと思う、多分。てかクリナマーケットとか開催しないですね。だってもらってくれるとは思うけど、でも別に多分自分の好みの服と合わない子とかもいると思うから、なんか申し訳ない、そんなのこう押し付けるというか、なんかね、
だし持って帰ってもらえなくてもちょっと寂しいし。後輩誰が似合いそう？さあちゃんとかじゃない？私が多分着てる系統が似合うの。君の気持ちを俺と結びつけてくれないか、リボンだけに。もうさよ、大阪で笑いを鍛えてきなさい、ちゃんと。あ、まあ、多分ザワとかも似合うと思う。うん、うん、藤子子も似合うね。ヒーローも似合うだろうね、多分年齢的には。 BB さん、お、サバありがとう。サバだよ、リナと同じサバ。やっぱまあ大人っぽい子は多分似合うだろうね、私の服っていうか私と同じ系統の服でも。そのために着てたこれ。でもちょっと思った、ね、このシリーズをね最近ファンの人にね何枚かもらったんですよ。そう、何人かのファンの人が送ってくれて、でその時にこう何個かあってなんかいろいろあったから何しようと思って、でも今日お風呂上がった後配信するから、そう、なんかあサバいいじゃん、今なんか猫のやつあるよねと思って、それでサバにした。疲れサバンサ、なんじゃそら、落ち着け。猫のやつさ、この猫のギフトでサバが出てくるから。嫁ちゃんのモバイルメール取りました。あ、本当？ありがとう。ごめんね、ちょっと大したこと書いてないかもしれないけど頑張るわ。たまちゃん当たりありがとう。前に着てたのは、ラムネとブドウだね。どっちも長袖。半袖もこれシリーズあって、そう、半袖も何着かいただきました。HKT 超越おじさん、アジありがとうございます。当たりってなんかくれるの？え、わかんない、なんかあるんじゃない？でも当たりっていうぐらいだから。これ読めやつ出てきた。いや、マグロとアジとサバと当たりしかない気がする。今んとこ、今んとこってか多分それしかないんじゃないかな。どこで買えるか気になる。これ多分ネットじゃない？ネットか、あと原宿にもあるよ、ここら辺のお店プニューズ。かわいいよねプニューズ。でも私さ、最近作りたいものがあって、なんか TikTok でめっちゃ流行ってんだけど、チャンククッキー、チョコチャンククッキーっていうの、まあなんかアメリカのチョコチップクッキーみたいな。めっちゃしっとり系の、待って、アメリカのはでもサクサクなのか、なんかしっとり、外サク中しっとりみたいな、カントリーマームみたいな感じ。めっちゃ超簡単に言うと、とかあのスタバに売ってるさ、あの丸いちょっと大きめのさチョコチップのクッキーみたいな。チャンクって多分チップみたいな感じじゃない？チョコチップクッキーみたいな。なんかチャンククッキーっていうのが今流行ってるらしくて、そのなんていうの、 YouTube、 みんながよく見るそのヘラヘラ三銃士っていう YouTuber さんのその一人がなんか作ってて、でそれは美味しいらしくて、もともと多分あるレシピをその人が自分風にアレンジして、まあ作ってみんなにあげたら、その他の YouTuber さんもめっちゃうまいみたいな。 でそれでそっからバーってなんかハマったじゃないけど、そうなんか流行ったっぽいんですよ。 ASMR とかにもめちゃくちゃ出てきて、そうだからいいなと思って私も作ろうと思って。でも作ったことあるんだけどね。でもなんかせっかくなら流行り乗っちゃおうと思って。作れる作れる。ただ今家にベーキングパウダーとチョコチップがないっていうね。それ以外の材料はあるんだけど、
めっちゃ流行ってる。すごい ASMR で出てくるもん。とかなんかキャンククッキー作ってみたみたいな動画めっちゃ流れてくる TikTok ね、めっちゃ出てくるよね。そうだからまあリナも続くろみたいな。アイリが食べたいって言ってたし。クラスさんをぺちゃんこにして焼くやつ、クロッフル、あれでしょ、ワッフルのやつでしょ、舞台に持ってくの。いや持ってきはしないと思う。別にあげるあれで作るわけじゃないから、ただ作りたいなっていうだけ。カチカチに凍った出た。私あれさ、カチカチに凍ったハンガーの上だと思ってたの。ハンガーだっけ、あの韓国の革だっけの名前なんだろうけど、私最初聞いた時ハンガーだと思って、確かにそれ意味わかんないよなと思って、カチカチに凍ったハンガーの上を猫が歩いて、どういうことって思いながら、そうなんだろうって思ってたけど違いましたね。カチカチに凍ったハンガン川の上を猫が歩いています。なんだっけ、カチカチにが分かんない、カチカチに凍ったハンガーの上を猫が歩いていますって言ったでしょ。めっちゃハンガーに聞こえて、本当にだから私流行った理由は、その意味わかんない文章じゃん、ハンガーだとしたら。そうハンガーだとしたらマジで意味わかんない文章だから、なんかそれがあえてこうなんかおもろいって言って流行ったのかなと思ったけど、どうなんだろう。あ、そう、多分あれはみんな普通のその音源をに、あの2分の1倍速にして多分撮って、それを元の倍速に戻してやってるから、多分あんな感じ、みんな動きがなんかカッカッカッみたいになってるんだと思う。京都フェアやってから生八つ橋の川と見て、あ、生八つ橋の川を買ってきたの、八つ橋じゃなくて作れるの。カチカチに凍ったハンガーの上を猫が歩いています。そう、難しいというか聞きなじみがなくて、あ、中国か、あれ私韓国であの音源が流行ってるって聞いてたんだけど、あれは韓国じゃなかったんだ、中国か。なんか音源めっちゃ韓国で流行ってるって私聞いたんだけど、それはまた別なのかな。音源がただ流行っただけで関係ないのか。名前たちは案外入ってない皮だけで食べるのが好き。そうなんだ。でも私あれなんだよ、八つ橋は好きなんだけど、なんだっけ、ハッカがあんま好きじゃなくて、そうハッカの味しなかった。私も好きかも、甘くて。または韓国のニュース番組、あ、やっぱそうだよね、なんか韓国の、そうあれって聞いてたから、私勝手に韓国でのあれかと思ってたの。あ、ハンガーは韓国で OK なんだ。あ、じゃあ関係ないのか。なんか漢字で書くとさ、なんか中国語って漢字じゃん、だからさ、なんか全部中国の漢字になっちゃうよね。難しいな。ハッカちょっと苦手なんだよね、なんかあのスースーするじゃん。あ、またスースーするの苦手かも。日記、え、ハッカも悪くない？ハッカもあるよね。え、ハッカないっけ？全く？私前買った時さ、日記とハッカどっちも入ってないやつって思いながら探してたんだけどさ、日記なの、それとも日記なの、どっちなの？そもそもそれも気になるんだけど、日記スースーするの、ハッカもさ、たまに入ってない。え、私は勘違いしてたのかな、中学の頃。そう、中学生の時に行ったの、京都に。そうで、その時になんかその癖が強いのがその日記
と、あ、じゃあハッカーが入ってるのはちょっと味が、あのちょっとなんていうの、癖ちょっとだけ癖が強くなるから普通に入ってないのがいいよって言われて、え、じゃあやっぱハッカーも悪くない？シナモン、ニッキーはシナモンなの？え、シナモンじゃなくてスースーのやつ？え、嘘？そうなの？中学時代の私の勘違いが今になってわかるなんて。なんか少量のハッカが入ってるイメージあったんだよね。まあいっか、入ってねってこった。100きたありがとうございます。熱橋食べたくない。どんな味？なんか薄いちょい甘めのなんかお餅みたいなのになんか中身が入ってるうまいよ。え、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってな。今日の配信は今が初めて。あ、そう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 。生八つ橋私食べたことあるかな。え、生八つ橋とそもそも、おーおーおー、びっくりした、 YouTube 怖っ、いきなり鳴っちゃった。今日ちゃんまとめ見てたんだよ。八つ橋はせんべいみたいな。あ、じゃあ私が食べたのは生八つ橋だ。生八つ橋好き、美味しい。今めっちゃ羊羹食べたくなった。なんかめっちゃ八橋のこと考えてたらあんこの頭になっちゃった。八橋チョコバージョンあるあるある、美味しいよチョコバージョン。抹茶が美味しい。あ、私抹茶ダメなんだ。食べたことない。嘘だ、ほんと？羊羹食べたことないの？結構私は好きよ、美味しい。タリントまんじゅうってうまいよな。東神町歩いてたら生八つ橋売ってて懐かしいと思って2パック買った。え、東神町って生八つ橋売ってるの？強くね？姉ちゃんの1月で芋の羊羹初めて食べた。セブンのやつでしょ、あれ美味しいよね。なんかこう羊羹って毎日食べるとあれだけどさ、たまに食べると本当にうまいんだよね。あんこにトラウマ、そうやったね、あんこにトラウマがあるんだったの言ってたね、配信で。だからさ、そういう時あれか、スーパーとかのさ、ちっちゃいこういうさ、コンビニとかにもちっちゃいこのぐらいのさ、なんか羊羹あるじゃん、あれ買って食べる。ぼたもちだけは食べれないことはないけど好きになるね。ぼたもちはな、最近食べてないな。
あんこはつばんこしあん、私はこしあん派です。なんか皮とかが残るのが好きじゃなくて、口の中になんかあれも苦手だから、ポップコーンとかも私ダメなの。なんかちょっとさ、口の中にさ、あの皮が残るじゃん、種の、あれが苦手で。そうだから、だからこしあんが好きなんだ。劇場公演、劇場の昼公演終わりによる東神町のお菓子屋さん、え、そんなのあるんだ。なんかいいね、素敵な楽しみを見つけてて。ポリッピー、ポリッピーってなんだ、トリッピーみたいだな、ポグトリッピー。映画館でポップコーン、え、食べるけど、あんまりこう、なん、例えばこうさ、友達とかメンバーと遊びます、家でお菓子食べます、コンビニ行って、じゃあ買ってこようってなった時にポップコーンは私は選ばない。明石の羊羹うまいよ、めちゃくちゃうまいよ。赤福食べたけど、いや赤福は大好き、本当に大好き。ポップコーンよりね、ポテトとか買いたくなっちゃう。あとなんかホットドッグとか買いたくなっちゃうんだよね。でも結構ね、あれだよ、ひじりとかね、ポップコーン好きなんだよね。食べるならキャラメル、そうだね、私キャラメル好きかも。東京来たら三橋、三橋のあんみつ有名？会社の後輩に赤福の店でバイトしてた子で食べ方教えてもらった。え、そんな色の食べ方あんの？やっとダイエット始めたからお菓子見てる。あ、偉いじゃん、頑張れ頑張れ、私は応援するよ。でも今から私お菓子食べようか迷ってるよね。キットカット食べたいなって思ってる。コンビニのレジ横予約が、私さ、コンビニの横でさ、いつもさ買おうか迷っちゃうものがあってさ、あのセブンとかさ、あのレジで頼める、レジでさこう頼むさドリンクあるじゃないですか、あのコーヒーとか、あれの黒糖、黒糖とかが最近置いてるの、黒糖ソースみたいなのが。それを、うわ、ここでいつかコーヒー買ってこの黒糖のやつも買って中に入れたいなみたいな。そう、でもなかなかあそこでコーヒー頼むことがないんですよ。それならなんかカフェオレ買って、あのストローさせて飲もうぐらいの気持ちだから。そうだから黒蜜かな、そうそうそう、だからなんかいつかあれを買ってみたいなってずっと思ってるの。推しドリンクね、思った、ファンの人の投稿見て推しドリンクが変わってなくて全然変わんない。ナルトたい焼き、あれ美味しいよね、大好き。たい焼きマジうまい、たい焼き食べたいな、明日たい焼き公園前買うかな。信玄餅、私ね黒蜜自体はそんな好きじゃないのよ。あのタピオカとかのさ黒糖ミルクは好きなの。だからさ、あの筑紫餅とかも餅と餅の味とかめっちゃ大好きなの、美味しいし。なんだけど黒蜜はね苦手なのよ。そう、推しドリンクはね、じゃあ変えたっていうか変えたいって言って結構前に申請出したんですけど、今ドリンクのフレーバーも決まったんですけど全然出てこないっていう、新しいのが。
よいしょ。見た。キットカット。これずっと冷蔵庫に入れてたんだよね。冷蔵庫の匂い、うち冷蔵庫には臭くはないんだけどさ、好きではないよね冷蔵庫の匂い。めっちゃ硬いと思う多分これ。もうカチカチだもんこれ、ずっとずっと冷蔵庫でしたから。まっ、カチカチにこう、カチカチに冷えたキットカットをリナが食らっています。割らないかな、私で手汚れちゃう。うん、袋の中で割る。で今カチカチだからこれ硬いのよ。キットカットってうまいな、マジでやっぱり。このさ、チョコと中の上ハースの割合がさ、マジでちょうどいいよね。正直さ、チョコだけだったら飽きてくるじゃん、いっぱい食べてたら。このこれの中のウェハースによってちょうどよくなるんだよ。人がどんどんちっちゃくなる。え、なんだっけ、あのカントリーマームがめっちゃちっちゃくなってるの見てびっくりしちゃった。まあ、てかあれなの、多分甘いものが食べたかったんだろうね、私。羊羹って言ってたけど、なんでも大丈夫、多分そろそろ飽きるから大丈夫だよ。どっちかというと次はね、辛いもの食べたくなってくるから。うまっ。何かは食べない。
うん、うまい。私さ、あの居酒屋とか行った時にさ、出てくるわかめの酢味噌あれがめっちゃ好きで、わかめと酢味噌ってめっちゃうまくね。こんにゃくはねダメだから最近酢味噌とわかめ食べたくて、わかめはもともとさ、その水で戻すやつ買ってたから、酢味噌買ってスーパーでたまに食べてる。うまい棒最近食べないな。あとあれが食べたい、海ぶどう食べたい。昔の妹と弟が九州大会出た時に沖縄で、私行けなかったんだけど、海ぶどう買ってきて家用に、めっちゃうまくて海ぶどう。海ぶどうじゃない、嘘だ。海ぶどうなんか黄色いやつ、海ぶどううまいよね、マジで。お酢の味噌、いや間違えたら味噌にお酢混ぜたみたいな感じじゃないかな。うん、もう結果かっこいいだね、もういいや。めっちゃうまいんだけど、ちょっとチョコで口が。じゃあ海ぶどう食べたいね。プチプチ。うまうま。大根の味噌田楽、おいしそう。コストコ行ったら海ぶどう売ってた。コストコって海ぶどうあんの？この家で一番のごちそう。なんだろうね。わかんないやん。何がごちそうなんだろう。ごちそうってマジなんだろうね、難しいな。うん、松屋に入りました。何食べんの。コストコ置いてなかったっけ、一軒も。一軒ぐらいあるイメージだったけど。明日が最後の晩餐だったら何食べる。ウニのお寿司。
でも別にそれが一番なんかすごいものだとは思ってないけど。なんだろうね、ごちそうって。お母さん、おばあちゃんが作ってくれた団子汁とか好感度上がるよ。そんなんで好感度上げたくないよ。いや別にそれは美味しいけどさ、それは美味しいけどっていうあれじゃない。ごちそうね、難しいな。そう言われるとマジでごちそうってなんだろう。ママが作った雑煮、おいしいおいしい。印象的なケータリング、なんだろうね、あのケーキの棚があった時。高い焼肉雑か。高い焼肉、小学生みたいな。自分でいろいろ変えるようになって子供の頃と価値観変わった。まあそれある程度はね、昨日から今日でカレーフェス、カレーフェス楽しそうだな。カレーフェスとか開いてほしいな。何がいいんだろうな、マジで。今食べてみたいものは、サシさんがストーリーに載せてたあのマーラータン、マーラータンみたいなやつ。アキさんも食べてたやつ。あれ食べたいな。でもソーキそばも食べたいかも。なんかソーキそば美味しそうじゃない？美味しそうじゃないっていうか、美味しいんだよ。食べたことあんのよ。美味しかったのよ。でも一回しか食べたことないの。早期ならどこだ、木くずる。なんとかのガチャガチャ、食べ物のガチャガチャ、出てきた料理はって心理テストだったよ。僕は目玉焼きした。稲ちゃん、食べ物のガチャガチャ、ご飯じゃない。茶碗に盛られた大盛りご飯じゃない。ヤングーフー、ヤングーフーっていうのね。あれさ、結構辛い中辛とかみたいなやつも。今生誕祭ありがとうございました。僕はおしまいが警報に昇格できてしまう。それよかったよ。てか昨日ちょっとさ、名前大きかったね、コール。嬉しかった。いつもよりなんか大きい気がした、コールが。あ、結構聞こえたもん。まあ確かに昨日私のファンの人多かったかな。ちょっといたイメージある。辛さ調整できます。え、辛さ1とかでも辛いかな、どうなんだろう。なんか分かんなくてさ、頼んでみたいけど。人生最後の食べたいものさ、皆さん白ご飯なんですね。白ご飯なんだ私。可愛くね。
まあでもコールさ、リナちゃんに結局したけどさ、まあ、クリナの方がいいっていう人も何人かいたけどさ、名はリナちゃんにしました。申し訳ないけど、可愛いリナちゃんって呼ばれたかった。普通でもちょい回とかスパイス聞いてます。スパイスか、私スパイス強いの苦手なんだよな。まあだから言いづらいリナちゃんにした分聞こえないっていう文句は言わないようにしますね、なるべく。でもリナちゃんって呼ばれたかったんだ。なんかクリナーってこの前やってもらったじゃないですか。確かにそのめっちゃ聞こえが変わったとかはないんだけど、なんか、まあ、ずっとリナちゃんって最近やってもらってたから違和感がすごかったのと、なんかあと、うん、なんか違うなってなっちゃったんだよね。リナちゃんがいいなってなっちゃった。そうだから、まあクリナの方が言いやすいのにみたいな、大きくしたいのはクリナにすればいいじゃんって人もいるとは思いますけど、でも私はなんかリナちゃんがいいなって思った。この前の聞いてそう思っちゃった。なんか本当になんか違うなって思っちゃったんだよね。なんかクリナちょっと聞き馴染みがないからかもしんない。でもさ、こう研究生の時はクリナだったんでしょ。そうで、めっちゃ思った、それを。あれみたいな、なんかしっくりこないなって思っちゃった。まあなので、よければりなちゃんでこれからもお願いいたします。姉ちゃんの方が応援感がある。なんかね、ふだん呼びは別にいいよ、名前そのクリナーとかリナちゃんとか。ただコールはリナちゃんがいいなと思って。何なんだろうこの違和感。名前呼んでほしいな。そうなのかな。ねねちゃんと海岸で何してたんですか。え、マジで本当にあそこはほぼ動画とは関係ないです。牽制ロケとは。そう、一番最後の最後のシーンを撮るときにただそこにいただけで全く何もしてないです、本当に。天神の担々麺、夏の冷やし麺が出た。マジでやばいじゃん、行かなきゃめっちゃ食べてみたいんだけど。たこ焼き、あ、たこ焼き食べたいな食べたいものが多すぎる。えいかさん、ペンギンありがとうございます。キュウシちゃんみたいに栗山ちゃんダメ、ファンの人はリナちゃんって呼んでください。リナちゃんかクリナちゃんって呼んでください。YouTube のなんとかのやつ見たけど、なんだそれは。裁判のやつ。ああ、あれ私呼ばれてないから多分出ないんじゃない、今後も。年配のプレゼント安く買っても定価が1万超えてたらダメなの。ディナイビはダメ。ああ、無理。呼び捨てされるの無理。正直無理。嫌だ。呼び捨てされるのは本当に嫌だ。絶対許さないんだから。エリタで買ったタコせん、タコせん、タコせんか。食べたことないかも。なんかこう痒いなと思って帰ってたら赤くなっちゃった。
私はね、ファンの人には呼び捨てはされたくない。リナちゃんって可愛く呼んでほしい。なんかリナって呼ばれるのなんかちょっと嫌だかも。ちゃんとちゃんって呼んでほしい。リナちゃんって。肌に触れるものもプレゼント NG。 そうね、だからまあ言っちゃえば下着とか、あと化粧品みたいなのもダメだし、食べ物ももちろんダメだし。ファンに呼び捨てるね。え、やだ、ファンの人に呼び捨て呼ばれるの嫌だ。可愛く呼んでほしい。リナちゃんとか。クリアマンはまあまあまだ許せるけど、でもリナは無理。リナだと彼女会になってしまう。なんか俺のもの感を出さないでください。許しません。私は私のものです。リナちゃんがファンの人を呼ぶとき、呼び捨てで呼んでほしいっていう人は呼び捨てで呼んでることが多いかな。呼び捨てっていうか、そのさ、ニックネームを〇〇さんとかつけないでほしいっていう人は割と呼び捨てで呼ぶこと多いかも。リナちゃん、あ、リナちゃんは全然いいよ。リナちゃんみたいなもんだからね。リナちゃんは女性ファンからの呼び捨て、嫌かな。あんまり好きじゃないかも。いや別に、なんだろうな。なんか苦手なんだよな。指してやめてほしい。ああ、そうなの？指してがいいの？クリナちゃんはいいよ別に。私の握手会の時はクリナって呼んだけど、最近リナちゃん呼びしてるからちょっと。確かにね、確かにね、言われてみればそうだね。昔クリナだったね。最近リナちゃんだもんね。いやん、どうしちゃったの。さん付けじゃないと、今までずっとさんつけてたら結構難しいなって思う人はいるけど、まあでも別に。いてててててて、痛かった今。指一本で机動かそうとしちゃった。今メガネかけてないからさ、何も見えないんだよ。近づかないと。近すぎるとちょっとキモくて。呼び捨てファンタジー、なんていうの、なんかあのこう、なんか俺のもの感出るじゃないですか。それが嫌なんだよね。何様やねんって。なんかでもちゃんって呼ばれてる方が可愛がられてる感あるくない？リナちゃんとかさ。それがなんかちゃんつけられるのが好きかも。旦那感強い名前をさん付けってなんかも、そう怖くて元妻のこと呼び捨てできませんでした。直接話すときはリナちゃん呼び、他のメンバーがいるときはなぜかクリナ呼び。なんかいいんじゃない。そう、でも本当になんかちゃんつけられるってなんかちょっとか、なんか甘やかされてる感あって好きなんだよな。りなちゃん頑張ってるねみたいな、なんか甘やかされて可愛がられてる感があるくない？ちゃんってつくと。付き合ったらちゃんと気でやばくな、産めなくなるよな。あ、そうなんだ。リナちゃん以外のメンバーの呼び方、リナちゃんと同じになりつつある。ねねさん、ねねさんっても結構ねねさんって呼ばれてるイメージある、ファンの人にも。
きなさいと別にいいよ全然なんでもない。メンバーに呼ばれる名前さっき最初の名前違和感もないかな別に。もともと HKT 入る前栗山ちゃんとか栗山さんとかも呼ばれてたし、うわぁ眠い眠くなっちゃった。でも寝ないよな。ちょっとニータグッズとか26日は鳥サポに行きたいですね。いやちょっと楽しみにしとくわ。楽しみ26日。でも楽しみにどうなんだろう鳥サポさんは見てくれるかな、まあ、前回めっちゃ見てくれてましたけど。いて今ポキッとった。キャッチフレーズのトリニータって入れない。トリニータのイベントで言いますよ。大分県出身大分トリニータ宣伝部栗山里奈です。ニコ生でギフトなくてニックネームで呼んでもらうとき1回目は必ずともちゃんさんで、それこの前7期生でしょ見間違えられてたの聞いたよ。トリニータのマジであのなんだっけ名前みたいな入れられるやつめっちゃ欲しいけど2万ぐらいかかるんだよね。なんだかんだやってたら2万6千とか。今トリニータイベントのリハがあるんだけどマジ悟りとか何も分かんなすぎてどうなんだろうって感じ。怖い。でもなんかさあれだよねそのトリニータのさあのその試合前のイベントってさ基本的にまあそりゃそうなんだけどトリサポさんの方にしかパフォーマンス見せないもんね。そうなんか前アビスパの時はなんか結構広くさあのまん丸いあれになってさやったみたいな聞いたんだけどそうじゃないもんねトリニータは。オーセンティックなユニフォームに名前入れるのかでも名前入れるのはずくない。リナ普通に12番で名前なしとかの方がいいのかな。26はどこで試合ですね。どこだっけ26の試合相手。昨日が水戸だったもんね。山口か。山口は強い大丈夫。長崎もそんなこと言われながら頑張ってたから取りに行った。頑張るんだ。ただ最近さなんか先制点取れるからよっしゃーって思うのにさなんかさあれだよ謎に PK 取られてさ判定で PK 取られてで PK 決められてそっからさもうガタガタガタってなってさ同点になって終わるっていうのが多いよね。あの謎の流れ打ち切らないとやばいよね。なんか毎回 PK になってるもん。昨日はね見れました一応リハの時間以外は全部見た。
そう、前半めっちゃいい感じじゃん、最近特にトリニータ。なんか後半になってやっぱ崩れちゃうんだよね、ボロボロって。そう、やっぱあれなのかな、え、 PK じゃないでしょみたいな。なんでやっぱみんなあれなのかな、メンタルというか精神面がガタッとちょっときちゃうのかな。でもそんな弱くないもんな、選手の皆さん。知らんけど全く話したことないけど、でも、まあ、そんなリナほど弱くなかったら大丈夫だと思うけどな。まあそうね、点は取れるようになってきたからね、やっと。でも水戸の時もね、2点目のなんかいいチャンスは何回か見えたんだけど、でもなかなかやっぱ決めるまでいかなかったね。イベントの時選手と話したりしないの？あ、話す暇なんてない。私たちがやってるから、多分向こうの方々って練習してるわけだから、私たちのは多分イベント中とかもなんかやってんじゃない、ロッカールームって呼ばれるとこで。だから話すこともないし会うこともない。真正面で見たのなんてあれだよ、あのキックインセレモニーで並んでる時に真正面に見たぐらい。またキックインセレモニーしたいな、いつか一人でしたいな、なんかね。シェーマーミーティングじゃない、してんじゃない、で興味なさそう、ね、選手の皆さんうちらになんか。ファンカンの時はファンカン呼ばれたらいいよね。でもファンカン普通に行きたいんだよね、呼ばれなくても。いっちゃんリフティング何回できるか、何回もできないと思う。でもなんか練習風景の取材とか行きたいな、キックオフで。試合前観客を打ってとかするのない、私たちはないよね、それはもちろん。でもサポーターさんたちはやってるかもね。ああ、違う、分かんないよ。観客を打ってってことは選手の皆さんがってことか。知らない知らない、やってんのかなそんなこと。客として言ってもゲストかと思うです。思われない思われない。ごめん、ちょっと今右足が痛くて、あのリンパ流してます。だからさっさと音がすると。リポーターはちょっと無理だね、普通に知識がなすすぎる。じゃあリフティングした回数だけその人数にプレゼントがたどうする、2回とかで終わったら。2人よ、これの練習。いや違います、普通になんか足が重たい。なんでだろう、むくんでる。100回やったら褒める、無理。リフティング100回なんて無理だよ、できるわけないじゃん。わあ。ピッチリポーターの女性、試合に負けてカッカしてる監督のインタビューとかかわいそうな時が。まあ仕事とはいえね。リフティングしたことない。でも片野坂さん優しそう、普通に。
練習場で知り合いとかしてみたいね、そういうのめっちゃしたい、そういうの。わ、髪サラサラ今日、さすがめっちゃ洗ったから。まあサッカー好きとサッカーできるはまだ別物だからね。で横になって配信します。ダメダメ、絶対寝ちゃうもん。だとしたらこのまま寝ると思う。それなら15分だけ仮眠するわ。サッカーボールプレゼントしましょうか。サッカーボールくれんの？サッカーボールってさ、いくらぐらいすんの？普通に一般的なサッカーボール。野球のバッティング、バッティングセンターとか行ってた。カキン。15分仮眠といって戻ってこないと。そう、なんでよ、みんな戻って、最近戻ってくるもん。ネイルが、ネイル今何もしてないよ、ほら超実名。体育教師の憂鬱あるからもう取っちゃったよね。落とした。でもなんかちょっと白くなってる。なっちゃん打てんし、打てるし。だからネイル禁止っていうか、まあ一応だってさ、学生役だからね。なんて言ったって。なんて言ったってアイドル、私はアイドル。フォークスで好きな選手いるの？周東選手が足速くてすごいなって思った。WBC とかでさ、なんか TikTok 見てたらその WBC の名シーンまとめみたいなのでめっちゃ出てきてて、すごいなと思って。盗塁とかめっちゃ決めてて、あ、すごいなって思ったぐらいかな。でもそもそもわかんない、それでいっぱい出てきたからみんな知ってるだけで、ほとんど知らないですね。あとなんか怪キャノンみたいな、めっちゃすごいなって思う。ヒュンってない、ヒュンって、あれすごいなって。中野ちゃんと押しかぶり、押しかぶりです。舞台のグッズ情報、あ、そう、なんかモバイルガチャが出ました。びっくりびっくり。なんかトートバッグとなんだっけ、ステッカーと缶バッジ、どれかが当たるみたいな。まあよかったら皆さんやってみてください。海選手は大分出身だよね。そう、何人か大分出身なの知ってる。普通に個別が良かった。まあ仕方ないさ、個別はね、多分写真とかあるから。よし、よしじゃないわ。めっちゃ眠たいよそれで言うともう超眠たいよ。終わろうとした、あ、じゃあ終わろうとしてない。いや15分仮眠してもう一回回ってこようかなって考えてて、よしそれだと思ってよしって言ったあのね、ここにこうやって座ってソファーに背もたれこうして寝ると起きれるの。だって痛いから体が。今夢の中起きたの。ニキビ跡治ってない。一応これちょっとだけフィルターかかってるかも、配信の。でも最近頑張ってビタミン C みたいなやつ塗りたくってるから。そう、今どこに座ってんの？ソファーの前、床だね、床に座ってる。並べ綺麗だった。なんかまだなってないの、全然なんないのさ。お風呂に入ってきて、じゃあ入ったお風呂は入ったの今日は。実は入ってました。
ということで15分寝てきますか。15分か30分寝てきます。もう一回配信するわ。待っててみんな。なちゃん眠りの国のプリンセスになってくるわ。またねって言われた。起きるんじゃない。13位三角さんありがとうございます。12位エルプリメルさんありがとうございます。11位ただの魚さんありがとうございます。11位トホイチ太郎さんありがとうございます。9位瞬間ありがとうございます。8位ジャガシマさんありがとうございます。7位アプロさんありがとうございます。6位つかささんありがとうございます。5位 HKT チュエトジさんありがとうございます。4位青白竹さんありがとうございます。3位やかさんありがとうございます。2位 BB さんありがとうございます。1位タモちゃんありがとうございます。あ、そうじゃん、みんなお風呂入ってきなよ。じゃあちょっと一応ね、みんな寝てなかったらみんながね、よし、じゃあね。また後でバイバーイ。15分から30分寝る、多分大丈夫、頑張る。じゃあね。